をやったことないんだよな。響、手加減なしだからな。しっかり手を握って、自分の親指の第一関節を人差し指と中指の間に入れるんだ。それじゃあ、いくよ。レディーゴー。何と戦った？あの子、これほどの力を持っていたの？さすがね、響き。次は私が相手よ。よし、僕が相手になろう。うわー、組んだ時点で勝てないってわかるわ。さあ、いつでもどうぞ。文字通り、大人と子供ね。いくらさくらさんでも町尾さんが相手じゃねえ。いや、もしかしたら。上原さん、顔戻ってないわよ。レフェリーは私がやります。二人とも頑張ってね。それではレディーゴー。なんだこの感覚。これはまるで、圧倒的だな。どうだったさくらさん。無理無理無理、なんか変なイメージ見えたもん。マチオさんの勝ち。マチオさん、ちょっとだけ本気を出しちゃった。やるじゃないか、さくらさん。バトル漫画っぽいノリのまま大会に続く。